ABEX チャンネルをご覧の皆さん、ナイトメアです。ということで、ナイトメアはですね、9ヶ月ぶりに、ニューシングル、デウスエクスマキナをリリースということで、今回ですね、このデウスエクスマキナ、サクソさん、どんな曲に仕上がっておりますか？そうですね、今までのそのシングルのタイトル曲にはなかったような、なんですかね、割とミディアムで雰囲気のある、広がりのある曲になってると思います。そうですね、はい。そしてですね、そのまああのカップリングの、アングリーダックスウィルでいいんですね。いいんですよ。いいんですよね。いいんですよ。そちらの方はいいんですよって、まあ、なんでお前が言うんだよ。そちらの方はどんな曲に仕上がってますか？結構ファンクな感じじゃないですか。ノリのいいというか、ただテンポが速いっていう曲ではなく、ノリが大事になってきてる曲なんじゃないかなと思いますけど、なるほど、で、あの通常版の方には、ラビッシュという曲も入っているんですけども、ルカさん、こちらはどんな曲になってますか？これは普通の曲だね。普通の曲なるほど、まあ、あのすごく聴きやすい、曲になってるんじゃないかなと思いますので、3曲ぜひ、聴いてみてください。そしてですね、このシングルを引っ提げて、ツアー、透明版の方も決まっております。それでは杉さん、スケジュールを、お願いしますお願いしますお願いします。なんでだ、なんでそうなるの？ちょっと、やはりお願いします。なんでそうなるの？そこはお願いします。はい、ナイトメアツアー2012ファイナル、デウスエクスマキナというツアータイトルでもあります。11月28日、大阪オリックス劇場を皮切りに12月1日、名古屋市公会堂、そして12月2日東京国際フォーラムホール A で3カ所回りますので、ぜひ、よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。上手に言えたね。ねえ、もう暗記してますから。おお、さすがですね。はい、このね、あのツアーナイトメア、今年最後になります。皆さん、どんなツアーにしたいですか？そうですね、まあ楽しく、なんかこう忘年会的なノリでやれたらいいんじゃないですかね。そうですね、はい、ぜひシングルを聴いて遊びに来てください。以上、ナイトメアでした。